はい、ということで、皆さん、こんばんは、リリショーでございます。毎年、まあ、1年に1回やるかやらないかぐらいの頻度でやってるんですけど、動画班の自己紹介を今回やっていこうかなと思います。2019年から動画班っていうのを作ってて、まあ、かれこれ、5年目今年で5年目なんだよね。確か動画班結成から。で、まあ、かなり長い期間動画班っていうのをやってるので、まあ、メンバーの移り変わりっていうのも起きてて、まあ、だからそれこそ4年前とか、フォートナイト、マインクラフト、とかで、まあ、自己紹介とか上げてるんですけど、まあ、あの時とメンバーガラッと変わってるんで、まあ、今回はね、ロブロックス組も入れて、はい、自己紹介やっていこうかなと思います。で、リストを作ってきて、フォートナイト、マインクラフト、ロブロックスの、まあ、順番なの。実況者順番が。入った順番になるべく自己紹介できればいいのかなと思ってます。はい。なので、もしかしたらちょっと長い動画になるかもしれないんですけど、まあ、作業しながら、はい、聞いていただけると嬉しい。かつ、この動画班好きだな、みたいな。まあ、あなたの推しの子をね、見つけていただけると嬉しいですね。はい。ということなんで、じゃあ早速やっていきましょう。一番最初、トップバッター。動画班を結成した時に、一番最初にいたメンバー。はい。僕、ポテトですね。はい。ポテイトさん。はい。こちらです。適当だな、マジで。ポテト、趣味、バロラント、と俺、右側のやつがわからんわ。これバロラントだよね。右これ何これ、アルビオン。あ、アルビオンオンラインか。え、アルビオンオンラインって今流行ってんの？アルビオンオンライン。MMORPG だっけ、ジャンルの中。あ、だよね、だよね。だから結構なんかやり込み要素があるゲームに今ハマってると。春が過ぎて、夏気に、春過ぎて、夏気にけらしい、白田への衣を捨て百人一首なんで百人一首書いてんの、なんで俺、リリチョウの百人一首部なんですよ。ってのが あるんだけど、暇だった。え、百人一首ハマってんの最近。わかんないけどね。はい。衣保守町天の角山でしょ、はい。ということなんで、百人一首書いてるんですけど、ポテトは2019年、まあ、当時、もともと僕が、まあ、コールオブデューティーやった後、その後に、フォートナイトの参加型を始めたんだけど、その時に、初めて参加型に参加してくれた視聴者、当時登録者が50人、はい、の時に来た、視聴者さんです、もともと。はい。で、まあ、その時に入った時は、マジでクソガキ。敬語の使い方もわからんみたいな。で、初めて来たコメントは、初見です。入っていい？みたいな。めっちゃ慣れ慣れしい感じで入って、もう偉そうな態度を取るんよ。で、なんか動画も、動画撮っていいよみたいな。当時、まあ、すごくなんかトラブルごととか、なんか問題ごととかを起こすようなメンバーなのかなと思ったんだけど、ずっと生き残ってるじゃん。今でも、まあ、撮影の参加率、まあ、それこそ、ほら、バロラントとかハマってる時期とか来れない時はあるけど、まあ、コンスタントに来てるから、長期間休んでるっていうのはないから、だからそこは、偉いのかなっていう。で、ここ数年、最近になって、すげえ礼儀正しくなった。ポテイト。思わん？みんな。まあまあ、みんなわかんないと思うけど、いや、当時からすると、なんかめちゃめちゃ礼儀正しい、今。なんか知らないけど。受験の時すら来た。そうだよね。受験の時も参加してるぐらいなの。だから、まあなんかまあ、高校とか入って、まあ部活とかやって、この前会ったけど頭おかしかった。なんかヘラヘラしてる。最初に参加型に来たメンバーだからそのまま来たみたいな。だからクリエイティブ能力があるとか、ネタができるとか、別にそういうわけではない。なくて、ただ単に一番最初、登録者50人の時から参加してるから流れで入ったみたいな子ですね。あとなんかポテトさんなんかあるかな？ポテトエピソードなんかあるかな？ポテトエピソード、ないね。特に何もしてないんよ。特に何もしてないからね、ポテト。はい、これがポテトさんでした。はい、じゃあ次。はい、今日いないメンバーだけど、テルキ。はい、次来たのテルキさんですね。いるメンバーで言うと。テルキは、もともとバナナスキンでした。俺のね、ツイッター過去のログ漁ってもらったらわかるんだけど、YouTube かなんかでコメント残してるやつ俺ツイートしてて、当時は参加型配信かなんかに来たの。初見ですみたいな感じで、テルキもね、動画班作る前に。で、動画班の動画を何本か撮ってる時に、テルキは当時コメント欄で、いいですね。僕もできれば動画班に入りたいですみたいな感じで、めっちゃペコペコしてた。俺に対して。残ってる、ちゃんと。YouTube のコメントにテルキコメントしてるよ。僕も動画班入ってみたいです、みたいな。テルキさんってすごい人ってイメージ。そうなんですよ、ナオくん。テルキって、実はすごいんです。まあ、当時、入った時って、まあ、バナナスキンっていうイメージしかなかったんだけど、フォートナイトで、なんかね、アンダーテールのボス戦みたいな。
それをフォートナイトで再現した方がいたの。それをその俺ら動画班で攻略しようって時に、まあ、テルキがなんかそもそもそのアスレチックとかの才能があったからっていう流れで、そのボス戦をその最速クリアしちゃったの。どの実況者どのプレイヤーよりも早く最速でクリアして、まあ、それをツイッターとかで、まあ、上げたことによって、あの動画班、理事長動画班の中で当時一番多分知名度があった、多分俺よりもあったよね。そう、サンズ戦、そう、サンズの再現マップとかをテルキがやって、そのいろいろな、その実況者とか、いろいろな配信者の方と裏でつながりを持つみたいな。あとマップ制作とか、そのクリエイティブの人間と絡むっていうのが多くなったと。でも、逆に、まあ、すごかったんだけど、それで、あのトラブルが起きちゃったんですよ。そっちを優先しちゃったのね、テルキね。だから撮影来なくなった時期があるんよ。あの、わからんと思うけど。でも実は裏で、そういうあの有名な方たちとあの遊ぶために撮影に全く来てなかったみたいな。っていうのがあって、まあ、ちょっといろいろね、お叱りを受けたんだけど、まあ、その後はもう真面目。あのめっちゃ真面目に謙虚に頑張ってる。テルキファンですって聞いたことないけど、あの、毎日家族に料理作ってます。はい。家事系はテルキが全部担当してる。で、テルキめっちゃ料理うまい。テルキ料理できる。あの家族のために毎日料理作ってる。あの弟とかのために。ガチだよ、これガチガチガチ。だからあのモテると思うテルキ、めっちゃモテるタイプ。多分あの女の子にモテモテやけど、あの恋愛に一切興味がない。本当にもうゲーム好きっていう感じだね。うん。ぼちぼちやった後に、まあ、ロブロックス移行するよって時に、まあ、テルキさんもまあ一緒についてきたと、はい、いう形になります。まあこれがテルキさんですね。はい、次、これも今日いないんだけど、ショボン。ショボンさんはね、まあ、それこそ今年今受験生です。受験生で参加率が低いんだけど、あのね、すごい。マジで、ショボンを一言で言うんだったら、すごい。あの、インパクトがある。動画班に入るっていうものの体現化というか、あ、こういう人が動画班に入れるんだろうなっていうのを、フォートナイトの時に見せてくれた人。稲妻。先行、マジで。あの、ショボンを一言で言うと。もともと、ショボンも、その参加型配信の時に来たんだけど、ショボンがすごかったのって、当時俺フォートナイトでアスレチックの参加型配信をしてたの。登録者が60人、70人ぐらいの時に。100レベルアスレチックって言って、まあ、界隈じゃ結構有名なゲームなんだけど、まあ、難易度が高めなのね。その時に、ショボンがいきなり YouTube でコメントしてきて、100レベルアスレチックの70レベルぐらいまで行ってたの。それを、すいません、あの、5分10分で追いつくので、参加していいっすか？これが最初のコメント。そこから、こいつガチかみたいな。当時俺とポテトとかで撮影してたんだけど、ガチかこいつと思って、あ、いいよいいよ、参加していいよ。入ってみろよ、つって、参加させたら、マジで5分10分ぐらいで追いついたよ、俺らに。で、まあ、当時動画の撮影もしてたんだけど、もう、ショボンがもうサムネイルをかっさらうみたいな。かつ、ショボンは、フォートナイトのクリエイティブつって、マップ制作の能力もすっごい高かった。し、まあ、アスレチックも上手いみたいな。なんだけど、当時入った時は、あの、不登校。今、ショボン学校行ってるんだけど、今、不登校だったの、当時は。学校行ってなくて、その、友達もいないみたいな。で、動画班作った時も、その、僕はあんま関わりたくありませんみたいな。他の人と関わる気はないみたいな。俺は一人でマップ制作ができればいいからみたいな。っていうのを言って、あの、俺に個別チャットで話したりもしてたんよ。他の動画班との絡み方がわからんみたいな。なんだけど、今じゃもう、で、誰とでも気軽なく話せるような、メンバーに成長したと。これがショボンさんです。だから、どっちかっていうと、フォートナイトの時から実況してる身としては、グソクムシは、だから女版ショボンみたいな感じ。フォートナイトの時のグソクムシ枠がショボンだった、みたいな感じかな。簡単に言うと。だから、まあ、視聴者は、だからグソクムシだったと思えばいい。だから、ショボンが当時フォートナイトの時に、まあ、グソクムシの役割をしてくれてたみたいな。って感じですね。もう影で支えてたメンバー。って感じです。なんだけど、今今年は、まあ、高校3年生。の代であって、受験で忙しくて、まあ、来れてないよと、いうような感じです。まあ、また、ショボンさんちょっと頑張ってほしいですね。はい、じゃあ次。やばいですね、皆さん。もう10分以上話してるね。天月。いるね、天月。はい、天月。実はあの、フォートナイトの初期からいました。はい。天月どこ自己紹介のやつは。はい、俺って、はい、独特なね、絵を描いてる天月さんですよ。臭いと。うん。3号パイセン書いてますね。3号パイセン臭いと書いてますよ。はい、天月さんは、あの、変わらないですね。まあ、結構やっぱり、なんだろう、ロブロックスから俺のことを知ってくれた視聴者、まあ結構やっぱ天月が好きですよって人多いと思うんだけど、本当に、フォートナイトからこんな感じ。
もうこのままを貫いてるみたいな、我を貫くような人です、天月さん。多分あの参加型配信をしてる時に初見ですって入ってきた人なんだけど、まあこれ雑談動画でも言ってるんだけど、もともと荒らし、他の配信者とか実況者を荒らしまくってる人だったの。もう荒らすの最高みたいな、まあそういう子が何のことやらって、そういう子が俺のところに来てあの改心していったと。まあ当時さ、あのそういう動画班ブームみたいなのがあったから、まあ、みんなその動画班ハマっちゃってさ、まあ全員そのまあいろいろね、そういうなんか動画班がみたいななってる中で、まあ天月もここに来たんだけど、まあ俺のところではねちゃんとやったよな。まあトラブルごとは起こしたものの、まあ結局ずっと今もいてくれてると。ただの積んでる。そうだよ、だから天月のすごいところって、まあすごいところ、あの天月って普段こんな感じやん。あの裏で怒られた時はめっちゃしょっぽりするよねそれこそ数ヶ月前にあのめちゃめちゃ怒られたな、天月。あの信じられないぐらい怒られたんだけど、その時はお前なんか言うことあんのかみたいな、いえありません、あの僕が悪いですみたいな、そうなって先生に怒られて逆ギレする生徒はいるかあの本当に全然キャラが違う。いやもう本当僕が悪いです、何も言うことありませんって、あの敬語になるんよめちゃめちゃ。これ天月さんですね。で、フォートナイトの時からずっといて、マップ制作もちょくちょくやってて、マイクラにもいた。マイクラにも、あの、嵐担当でいたわ。なんだけど、かもめ神社事件っていうのを起こしたの。撮影外で、動画班が頑張って作った神社を燃やしたせいで、みんなから総当たり、最高に気持ちよかった。なんでや、お前。まあ、それのせいでちょっとトラブルごとみたいな、え、誰が犯人なのみたいな、犯人探しゲームが始まって、まあ、結局、天月だって判明して、天月いなくなっちゃったみたいな。っていう感じで、そう、シラスが偶然動画を撮ってたみたいな。その、プレイステーション4のシェア機能で偶然録画してたから助かったけど、まあ、それがなかったら、そう、放火魔だったっていうね。はい、これでバンされちゃったと。まあ、なんだけど、フォートナイトではずっと生き残って、ロブロックスの方でも参加してくれたと。なんかさ、ポテトとかさ、なんかある？天月とのエピソードある？フォートナイトの時代の。あの、言えない話が多すぎて、結局全部なんかトラブルごとかなんかの話は覚えてんだけど、なんか天月エピソードあったかな、動画で話せるレベルのエピソードあったっけ。天月もう闇に染まってるもんね。そう、闇鍋状態になってるよね。あ、自撮りを公開した話はあるわ。そう、え、あれなんでなんだっけ、あのワックスかなんかを髪の毛に塗った時に、なんか自撮りかなんかの写真をなんかしなんか知らないけど、あのマスクつけてめっちゃキメ顔かなんか写真を なぜかあげるっていう、全体に修学旅行帰りのテンションで超上がってたんだ。絶対薬やってるだろうって、なんかおかしかったもんね。マスクつけて白い服かなんかでパシャってめっちゃ格好つけてたもん。不登校なんだけど今はちゃんと学校に行ってます。はい、これ天月さんです。じゃあ次行きます。副隊長のユウさんです。ユウさんはですね、まあ、今は亡きワンタン、あのワンタンって人がいたんですけど、その子との同級生で、ワンタンがもともと動画班いた中で、そのリアルでよかったら来てみないかみたいな、参加型配信参加してみないかみたいなっていう感じで、あの来たのがきっかけです、ユウさん。で、あのね、ユウはね、まあ、なんやろうな、まあ、真面目っちゃ真面目なんだけど、ちょっとこうやらかし癖があったよな、当時。あのみんな知らないと思うけど、リリチオの YouTube アイコンを作ろうっていう話があったの。で、その時に副隊長のユウが、僕あのイラスト結構普段から描いてますよみたいな。ならちょっとユウ描いてくんないみたいな。わかりました、描きますっつって、今これテスト段階です。どうですかみたいな感じでめっちゃ俺にアピールとかしてきてたんだけど、じゃあ新しいアイコンできました。YouTube のアイコンにしました。ってなったら視聴者からコメントが届いて、これなんか Twitter で見たことありますよみたいな。え？みたいな。ツイッターで似たような絵見たことありますよっつって写真パッて送ってきてくれたら、全く同じ絵。そうです。イラストのトレースをしてたんですよ、ユウさん。イラストのトレースをしたせいで、ちょっと動画が荒れちゃうって、配信が荒れちゃって、まあ、すぐに変更したからね。まあ、よかったんですけど、これもう4年前だから時効になると思うんだけど、で今では構成してオリジナルなイラストを描いてるという感じだね。で、ユウは、もうなんかね、もうこれって決めたら、もうそれにのめり込んじゃうタイプ。まあ今とかさ、ほら、部活にのめり込んでると思うんだけど、その動画班の時も当時は、もう動画班やるってなったら、もうそれにもうのめり込んで、もう撮影とか、まあひたすらやってたよね。マップ制作あんましてなかったかもしんないですね。そう、めっちゃうまいよね。だからイラストも、まあちょくちょく描いてたりとかしてたから、まあその真面目な感じですね。ユウさんに関してはそんなもんかな。ほら、ワンタンとリア友だから、いつも一緒に動いてて、動画班全体ではそんな感じかな。何かこれといって大きなことをしたわけじゃないけど、まあ影では、まあいろいろ支えてたという形になります。まあユウさんこんなもんでね。まあ特に言うことはないですね、これ以上。クルオハ。
ですね。正確に言うと、クルオハってマイクラなんですけど、クルオハって名前から入ったのはね、一応、その、フォートナイトの動画班には、まあ、短い期間だけど、いたということで、まあ、一応、入った順番的にはここになります。もともと、パラディンズっていう、フォートナイトをやる前に、FPS のゲームをやってて、その時に来てくれた視聴者で、フォートナイトもやってるからっていうので、入ってくれたメンバーになります。だから、フォートナっていうよりはもっと前からだね。F924、これがもともとの名前です。顔出し勢力。そうだね。クルオハよくツイッターとかで顔出してますよ。で、バケモン音楽作る。そう。まあでも今は結構トラブル起こしがちの子だったのかもしんないね。フォートナイトもバンされちゃって、まあなんかその大事な話し合いかなんかすっぽかして、なんか視聴者かなんかと絡んだりとかなんか結構マウント取ったりしてて怒られてやめちゃったの。で、他の動画班からもちょっとヘイトを買っちゃったよね。なんかすべての物事に、クエスチョンマークをつけて反論をしてきたんよ。自分が悪いところを認めない一切。で、なんか別の話に切り替えて、みたいなので、ちょっとバンされちゃったんだけど、マイクラ、もう一回やらせてくれ、みたいな感じで構成して、今、ぼちぼちいると。後で反省するから OK。ダメなんだよね。当時、いきなりすぐに反省してくれないと困るんだけど。まあ、頑張ってたんだけど、当時はあれだよね。あんま友達おらんかったよな。マインクラフトでさ、マップ制作するから、そのテストプレイ来てくんないかってメンションするんだけど、誰も来ない。今はさ、ほら、動画班がプライベートで VC してるから、その時に手伝ってはできるかもしれんけど、もう誰も VC に集まらんつって、もう半グレみたいな。ちょっと拗ねるみたいな。半拗ねみたいな。もう拗ねて、もういいみたいな感じでやらなかったりとかもあったかな。ソーマと遊んでた？え、当時？そうなの？ソーマと遊んでたの？バトロワ？あー、フォートナイトね。フォートナイトのバトロワでソーマと言ってたんだ。俺知らねえわ。え、なんか話しながらやってたんだね。え、じゃあ、ソーマと仲良かったんだ。意外、それ知らなかった。難しいんよ、クルオハって。フォトナの時に入ってやめて、マイクラの時に入ってるから、ちょっと いろいろ、なんか時系列とかぐちゃぐちゃよな、クルオハってな。そう、人生が2つあるよね。そう、F924 としての人生が終わった後、クルオハっていう人生も辿ってるという感じなんで、まあまあ、動画の中ではレアなのかもしんないね。うん。まあ大学生か。今もう大学生で、まあ大学ぼちぼち頑張りながら、撮影来れる時は来るという感じで。まあプライベートじゃ結構高頻度でいるよね。バロラントとか、ラストとかなんか結構遊んでるみたいで、まあぼちぼち参加してる子ですね。まあ、これからちょっといろいろほら、マップ制作とか、ぼちぼち頑張ってほしいって感じですけど、もうすぐ何？緑茶の動画を上げる、ツイッターに。まあよくわかんないけど、緑茶の動画を上げるらしい。宣伝上げるらしいですね。はい。ここからが皆さん、動画班2期生です。動画班1期生ってのが、まあ、初期メンバー、立ち上げ当時のメンバーで、ここからがメンバー募集をかけていったという形になります。動画班2期生、今3人います。ゼロ、ノット、ソーマと。まずゼロから、今で言うとほら、マップ制作をメインに今頑張ってる子で、まあ、ぼちぼちね、今大学生で、まあ、大学行きながらマップ制作頑張ってるんですけど、動画班2期生の募集をかけた時に、もう一番優秀やった。もう圧倒的に優秀。一人だけなんかこう抜けてる感じで優秀だったの。フォートナイトに入った時からも、そのマップ制作とかをぼちぼちやってて、で、その時からもうなんか明らかに一人だけなんか回路の組み方とかが違うんよ。まあ、ショボンとかと匹敵してたかな。ショボンとゼロの二大巨頭みたいな感じだったよね、当時は。紹介したけど、テルキと同級生。高校が一緒。テルキが最初に動画班にいた中で、テルキの紹介で、これ今、なんかリリチョウさんっていうのがいて、動画班の募集かけてるよっていうので来たのがゼロ。これみんな知らないと思うけど、当時、テルキとゼロは年齢を偽ってました。1個か2個ぐらいサバ読みしてたんよね。そう。高校1年生つって年齢をサバ読みしてたの、最初。僕高1だよ、みたいな。でも、実は中3だったっていう。別に、だから何みたいな感じなんやけど、当時から言ってるんだけど、その受験生の子はちゃんと考えて入ってねってのは説明してたんよ。受験勉強とかが忙しくて、入れなくなる可能性があるやん。当時はちょっと受験生厳しいよねって話をしてたのをちゃんと聞いてて、高校1年生っていうのをごまかしてやってたっていう。で、それの DM も出てきてる。テルキが言ってたよ、ゼロに。ゼロが、テルキに対して、これ、いつまでこれ年齢サバ読みすんのみたいな。ま、いいんじゃねみたいな、なんか、テルキが、なんか、返してる、スクショの DM がなんか送られてきてたわ、ゼロから。その、フォートナイトの時に一回、俺が病んだ時があって、ちょっと、YouTube で伸び悩んでる中で、その、動画班のトラブルごととかが多くて、まあ、YouTube でちょっと病んじゃって、もうちょっと動画投稿したくないなって時も、その、ゼロかなんかが、その、全体をまとめ上げて、なんかその、紙かなんか、にメモしてくれてて、話し合いのメモとか、まあ、そういうなんかメモしてて、今の問題点はこんななんじゃないのかみたいな。
だからその動画班全体を見た上でいろいろそのメモとかデータ分析も取ったりとかねして、まあいろいろやってくれてるという感じの子で、すごい真面目な子だね。でロブロックスの話し合いの時いろいろあったよね。その動画班で例えば喧嘩が起きますみたいな時も、そのゼロが仲介役かなんかに入って、その今はこういうのが悪いよねいいよねっていうのを全部紙かなんかメモして、それをこう伝えるみたいな、第三者視点で伝えるのがめっちゃうまい。そう、頭がいいし優しい。フォートナイトの時はみんなに敬語、全員に敬語使ってた。天月を除いて、天月にはタメ語で、おい死ね、なんか おい天月うるせえよみたいなこと言ってたんだけど、他のメンバーには全員敬語、なんか天月以外はなんか尊敬リスペクトしてるからっていうので、なんかあいつ舐めてるね、クソ舐めてたよね。天月は舐められてました。はい、これがあのゼロですね。次、のっちゃん、のっちゃんなんかさ自己紹介のやつ書いた、どっかに。これはい、これなんか白クマです。はい、なんか超適当だね、舌バカー出てるんですけど。入った当初はなんかそんななんか大きいことをしてたわけじゃないよね。なんかあったっけ。のっちゃんはあれかな、まあフォートナイトの時からずっといるメンバーで、あの撮影とかの参加率も高いんだけど、なんか感情の起伏が激しいよな。なんか病む時は病むって感じよな。で当時からなんかイラスト描くのが好きで絵描いたりしてたもんね。で元々は白クマじゃないです、確か。なんか赤いフードかなんか被ってなかったっけ。めっちゃかっこいいスキンだったんだけど、そのロブロックスに入った後にちょっとキャラクターつけた方がいいんじゃないかっていうので白クマスキンになりました。なんかまあ女性視聴者からの人気がすごいよね、なんか白クマだから。なんか可愛いぬっちゃん可愛いみたいなのをなんかちらほらツイッターでなんか見るぐらいかなっていう感じ。このノットのノットエピソードってあるっけ。今は原神やってるよね。ノットとか、あと誰だろう、なんか、ノット誰かな、弟くんとかの仲いいんかな、今。ノット弟くん、グソクムシとかかな。原神してるメンバーとかとよく絡んでるのを見るって感じかな。フォートナイトの時はなんか全体で遊んでたって感じ。天月がめっちゃ DM してくる。そうなんよ。天月好きなんでしょ？ノットのことが。お、今は？え、今違うの？今ラドンなの？なんでラドン？なんでラドン？最近来てない？あの、ノット秋田だって。今ラドンらしいよ。これがのっちゃんですね。じゃあ次行きましょうか。全然まだいますよ、メンバー。終わんないよ、これ。ソーマは、動画班2期生です。動画班2期生で、まあ、なんだろうな。今も、まあね、うちのファンの人わかると思うけど、なんかそんなに、これといって、大きいことをして、なんか特に説明することもないなっていう。まあ、マイクラもいたんよ、実は。意外に知らない人多いんだけど、マイクラも参加してて、フォトナも参加してるんだけど、特にこれといって、まあ何かしたのかっていうと何もやってないみたいな。メンバーには入ったんだけど、特にチャットもせず、なんか、まあ、いるみたいな感じの人だよね。で、今年はなんか受験とか重なって来れてないっていう感じ。なんかソーマとのエピソードある？ソーマって何したんだろう？ソーマのエピソードって何？まあ、スマホで参加してるんだけど、スイッチとか PS4、その当時持ってたやつを全部なんか親に売られたらしいの。ってのがあって、なかなか今もう動画班と遊べてないみたいな感じ。スマホしかないからさ、遊べずに、ちょっと孤立しちゃってるみたいな。まあ、だからこれに関してはちょっとまた今後ちょっと掘り下げていこうかなと思います。まあ、特にこれ以上言うことはないです。ここから皆さん動画班3期生ですね。3期生、リトル、シラス、監督、ラドの4人になるんだけど、はい、まずリトル。まあ、リトルは、まあ、有名なイタリア事件ですね。リトルって、これみんな知らないと思うけど、もともと、いろいろな実況者とか、配信者さんのところに顔を出してる人だったの。で、まあ、そこで、まあ、ちょっと有名な人のモデレーターとかをやって、俺は誰々さんのモデレーターなんですよねっていうのが決まり文句やった。口癖。最近どう、リトル。いやー、最近僕、実は誰々さんっていう、誰々さんって実況者知ってる？知ってます？みたいな。ん？なんか、フォートナイトの人。あ、そうです。結構、有名なクランの、なんか実況者さんなんですけど、そこの僕モデレーターやってるんですけど、そこが忙しいんですよねみたいな感じ。いや実はこの前誰々さんっていう実況者の参加方に参加してきて、いろいろそのツイッターとかもフォローしてもらったんですけど、その人知ってます？って。あ、知らない。あ、なんかそういう実況者いるんですけどみたいな感じで、ちょっとこう遠回しでなんか自慢してくるみたいな。でその時に、まあ今はそんなことないんだけど、まあリトルが起こしたのがイタリア事件という感じですね。要、なんか、理事長とかに構ってほしくて、動画班落ちちゃったの。動画班2期生にちょっと落ちちゃったせいで、まあ3期生でリベンジしてよかったんだけど、2期生落ちちゃったせいで、ちょっとこのグループに入れないな、みたいな、理事長さんに構ってほしいなっていうので、すいません、理事長さんって。
僕はちょっと近いうちにちょっとイタリアに修行に行かないといけませんみたいな、あのお父さんがイタリアで洋服屋さんを経営してるんですけど、そこに継がないといけないから、ちょっと中学校3年生なんだけど、ちょっと中学校を中退して、就職しようと思ってますみたいな、小卒だから、中学校中退だから小卒で就職しますみたいなことなんか言い始めて、でも明らかな嘘なんだけど、まあそういう話をして、ちょっと動画班をなんか賑わせたみたいな。短大だっけ、専門学校は分からんけど、保育士を目指して今頑張ってますね。リトルってめっちゃフレンドリーで、誰とでも気軽なく話せるみたいな子だよねって感じだから、新人の子とかに関しても仲良くなりたいって言ってた。コミュ力が死ぬほど高いね。はい、これがリトゥールでも、スキンはモンスターと、はい、いう感じです。リトルさんにはお世話になりましたと。あ、そうだね、クロちゃんがなんかよくお世話になってるかもしんないね。そう、クロちゃんでも普通に話せるレベルの人、今では憧れ、憧れてんの？リトルに？本当に？どこに憧れる要素があるんだか。はい、次。待って、今日さ、動画班さん来て誰もいないじゃん。シラス。シラスニコニコさんは、フォートナイトの3期生にいて、当時、フォートナイトで、タイマン配信っていうのやってたの。1v1 で、戦うみたいな。ものの撮影をやった時に、シラスも参加してくれた子で、シラスは結構なんかね、側近に入りたいみたいな人かな。結構なんかこう影の実力者みたいな感じで、こうナンバー2になりたがるみたいな性格の子なの、シラスって。だからタイマン配信をする時も、真ん中俺の横に立って、なんか用意スタートみたいな、用意スタートのボタンを押す係をやるみたいな。そう、ゲームがうまいね。もともとゲームがすごく好きで、フォートナイトももうめっちゃうまい子で、まあ結構頭がいいから、あいつ、あと立ち回りもうまいからっていう意味では、まあ真面目にやってたのかなっていう。でマップ制作もできて、マインクラフトも練り飴と一緒に、なんかその島かなんか一緒に作ったりしてた。だからフォートナイトの動画も頑張りつつ、マインクラフトの方もやりたいですっつって、マイクラ動画班とも絡んでるみたいな。で、フォトナやめるって時も、もう第一にもうやりますみたいな、もう何も言わずにロブロックスの動画班についてきてくれたみたいな感じの子ですね。あーでも、マイクラサボってたかもね。次紹介するけど、監督と、一緒にサボったりしてたね。撮影に来なくて、一回マイクラで取り上げられたことあったよね。フォートナイトの方は来るみたいな感じで、まあ、ちょっと、なんか、あんまやりたくないなっていうのが頭についちゃうと、ちょっと来なくなっちゃうみたいな。気分屋ってのもあるかもしんない。まあ、自分の好きなことはのめり込むんだけど、あんまやりたくないことに関してはもうやらないみたいな。ちょっとバンバン行く。時間がねえわ、みんな。40分。この段階でみんな40分撮ってます。今、だいたい今折り返し地点です。監督。監督いっぱいエピソードあるよ。監督は、もともとは、フォートナイトのバトルロワイヤルがめちゃめちゃうまいっていう枠で入ったんだけど、入った後にクリエイティブとかの練習をして、マップ制作ができるようになったと。で、その流れで、マップ制作のクランみたいなのを作ったの。監督がリーダーみたいな。なんていうか、アトラクティブだっけ？っていうクランを作って、ま、いろいろクリエイティブを運営したりとか、あと、ロブロックスに入ってからも、この動画班の中で一番最初に、ちょっとマップ制作してもいいですかつって、キノチン温泉という、ま、温泉ゲームを自分で作ったりしてましたね。マイクラもいたんだけど、それこそ言ったけど、マイクラは結構サボりがちだった。最初の方はいたんだけど、あんまり後半来なくなったよね。で、フォートナイトの方は来てた。って感じだ。シラスと一緒なのかもしんないね。で、ロブロに入ってからは、ちょうどほら、今、就職試験とか重なって来れてないんだけど、なんか、あれじゃない？ディズニーってもともと行ってたのかな？そう、ディズニー好きなのわかるんだけどさ、ツイッターとか最近見たらわかるけど、ディズニーがめっちゃ好き。一週間に一回ぐらいの頻度でディズニーに行ってんの。そのぐらいディズニーが好きで、そういうなんか劇場みたいなところに入って、号泣してるような子ですね。はい。あと、監督エピソードとしては、編集できるね。そう、動画編集ができて、リリチオ切り抜きチャンネル、全然上がってないんだけど、リリチオ切り抜きチャンネルの運営主だったよね。登録者1000人ぐらい行ったんだけどね。全然投稿しなくなっちゃったね。監督切り抜きチャンネル。どうだったんだろうね。あんまりなんか動画班とプライベートで遊んでるイメージねえわ。なんかまたなんか後日、監督ちゃんとなんか誰かと動画撮りたいですね。で、ラスト、3期生、ラドンです。フォートナイト組これラストだね。ラドン。これラドンは、まあ、一言で言うと暴言中だった。もう暴言中、もうなんかその YouTube のチャットかなんかをもう死ね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 みたいな感じで荒らすみたいな参加型してたんだけど、アスレチックの参加型した時ももう全部妨害。例えばグソクムシがここにいるとするじゃん。グソクムシをラドン例えると、もうこっから動かんのよ。
ジャンプジャンプで行かないといけないエリアも、あのラドンが動かないせいでみんな死んでいくみたいな、いつまで経ってもクリアできんみたいな、おいラドンいい加減にしろよって言ったら、はうざいんだけど、死ね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 っていうのを永遠に連投し続けるみたいな、であのタイムアウト処理を受けるみたいな、モデレーターにいい加減にしてくださいってあのタイムアウト処理を受けてるみたいな人だった。動画に入ってからはなんかこう俺のことを結構信頼してくれてるみたいで、まあなんか頑張ってくれてるよね、まあ、すごいなんか渾身なんか、まあすごいなんか撮影もがまあまあ今日は来てないけど、まあ、注意逆転してるから今日は来てないけど、まあ、結構なんか真面目にやってくれてるっていう形で、そうネタもできるよね一応ね。あのブロックスフルーツではあの天才軍って言って、あのラドンというまあメインがラドンやと思うけど、自分でなんかチーム作ってやってたよね。で元々だから嵐って感じ、嵐から構成して今は頑張ってると。ただリアルの方はあの不登校なんですよ。不登校で元々は不登校だったんだけど、今通信頑張ってるんだけど、本当は高校3年生の代なんだけど高校1年生をやってます。はい、あの高校1年生を今3回目ってことじゃっていう感じですね。果たしてラドンさんはいつ卒業できるのかと、はい、いう形になります。なんか元嵐が多くないか。元嵐はだから天月とラドンだよ。天月いなくなってる。天月も元々その別のところで嵐をしてて、あの探した時に出てきたのが俺やから、そう天月ラドンはもともと嵐だから、まあなんかまあ今のロブロックスのそのキャラクターというかネタにも出てるよね。ちょっと嵐チックな感じのネタをする。ちょっと激しい感じのネタをするよね。あとはまあ結構なトラブルメーカーだね。クルオハとラドンあたりが、ま、毎回なんかトラブルが起きた時に巻き込まれてるって感じ。なんかこう余計な一言を言っちゃうみたいなのがあるので、まあそこが治るといいかなという感じ。まあ今撮影頑張ってくれてますね。はい、以上皆さん、これがまずフォートナイト動画班でした。結構いるよね。はい、こっから、まあ、残りちょっと人も少なくなってきてるんですけど、次マインクラフト組いきましょうか。はい、あの実はですね、一応2020年あたりから2022年ぐらいまであのマインクラフトの実況がメインでした。マインクラフトの統合版でフォートナイトのクリエイティブをしつつ、マインクラフトで、まあ、動画を上げていると。いきます。実はですね、マイクラの初期組、あの一人しか生き残ってません。はい、ネリリアメさんです。登場しました。ネリリアメさん、自己紹介どこですか？ネリリアメ以外は全滅しました。まあ、正確に言うと、ほら、シラスとか監督とかいるんだけど、まあ、あれはホトナ組として、あの、マイクラ組として、一人称で見てくれ。はい。ああ、出てくるわ、ほら。マイクラ初期の生き残り、化石のネリアメだと。ネリアメさ、当時振り返ってみるとさ、参加型配信で来てたんだけど、ぶっちゃけ、あの、男か女かわからんかった。あの、これ言っていいのかわからん。ネリアメの元々の一人称、今俺って言ってんじゃん。元々の一人称、うちやったの。ガチだよ、これ、ガチだよ、これ。うちは、とか言ってたの、ずっと。あの、一人称が。あの、僕とかじゃなくて、俺とかじゃなくて。あの、男か女かがわからんかったんよ。で、スキンも似てる感じなの。ずっとこんな感じやったの。だから、男か女かが全然わかんなかったみたいな。寝かましてたんかな、なんかわかんないけど。っていうので、まあ、いろいろ気になってたっていうのがありましたね。そう、一人称、うちだったのね。俺もわからん。そうで、なんか女の子っぽい、なんかムーブをすんの。で、マイクラも、なんかその、他にいた女性メンバーかなんかと、あの、畑耕したりとか、そっちばっかりで、ん？これ、どっちなんだみたいな思ってたんだけど、まあ、男でしたね。あの、後から聞いたら男だったと。消えちゃったね、みんなね。当時もいたんよ、練り飴の、なんか同級生の人とかね。もともとほら、同級生かなんかの紹介を受けて、練り飴も入ってきたんだけど、その同級生もちょっとやめちゃって、モチベの関係で。で、その後も、マイクラがね、めちゃめちゃトラブル多かったんですよ。要は人間関係、ほら、人と一緒に何かをするみたいな。フォートナイトは今のマップで遊ぶって感じやったんやけど、やっぱマインクラフトってみんなでマップ作ったりしてたからね。サバイバルとかやったりしてたから、まあ、トラブルが多い中で、まあ、ネリアメさんうまく立ち回ってですね、まあ、どっちかっていうと、まあ、まとめるとか、まあ、そういう感じの、まあ、ことをね、はい、やってくれてる方ですね。まあ、でもネリアメさんに引っ越して喋れるようにもなって、パソコンもあるから、まあまあ、比較的、これからも参加してくれるんちゃうんかなと。で、これもね、女性人気がすごいんですよ、ネリリアメさん。ノットとネリアメの人気がすごいのね。なんか女性視聴者からたまに DM くんの、動画班入りたいですみたいな時にネリアメさんが好きですとか、結構聞くわ。やっぱなんかスキンの可愛さに比例すんのかもしんないね。はい、マイクラ初期の生き残りと。じゃあ次、じゃあユート。これ、これ、ユートって一番謎なんですよ。これ、リリチオ動画班七不思議の一つに入ってて、ユートが正確にいつから入ったのかっていうのがわからないんですね。あの、ユートわかんない。謎多き男ということで、行きましょうか、ユートさん。どこですか？あ、T キー押してカーソルでテレポだって。あ、ほんまや。
はい、ユーと登録者が1000人の時からいるマイクラコマンドアドモをしていた人と、はい、マインクラフトではスクリプト担当でした。マップ制作担当として、動画班を支えてくれた子ですね。そこから、まあ、ロブロックスに入ってからも、まあ、マップ制作頑張ってくれてるって感じですね。頭いい。めっちゃすごい。悔しいけど、マイクラはすごかった。アドオンとか、ドラキュラクラフトって言って、昼の間は地上に出れないドラキュラクラフトって企画をやったの。それのアドオンを作ったのがユート。で、だから、そういう時に、まあ、いろいろ活躍してくれてたんだけど、まあ、ロブロに入ってからは今勉強中やな、スタジオな。19点はあって。何19点って。18なって。なんだっけ18って。数学の点数、あ、受験だっけ、本番の受験の時の数学の点数が18点やったっけ。親から怒られた。当たり前だよね、そりゃ。当たり前だよね。だからまあゲーム募集されないようにね、頑張ってくれって感じなんだけど、練り飴の画像ちょっと出そっか。練り飴がね、マインクラフト動画班の入った時期みたいなのをメモしてくれたの、当時。企画で。で、こんな感じに少々今見えてると思うんだけど、こんな感じなの。で、一応、ユートが、こちら、リリチオクラフト1期、2020年の5月の25日に入ったことになってるんだけど、ユート曰く、この翔太って子いたんだけど、これよりも前にいましたとかほざいてんの。初登場時にいた説ってのがあんの。実はもういたみたいな。説があって、まあ、見てください。もうほとんど辞めてるんだけどね。こんな感じで。行方不明メンバーとかもいるんだけど。はい、2020年の3月からスタートしてる企画なんだけど、結局これ言うと何なの？真実って何なの？結局。これ何が正しいの？フォートナイトの参加型には参加してたと。で、マインクラフトは参加型にはいなかったらしいんよ。なんで、どういうことなの？意味がわかんない。募集かけてない時に入った？え？いやでも俺募集かけた時じゃないと入れないようになってるんだよ。コマンドできるって言ったら採用された？その募集してない時期にってこと？なんか裏口だよね、なんかね。裏口入学みたいになってるじゃん。知らないなぁ。わかんないな、全然。まあ、っていう感じです、言うと。はい、ここからが皆さん、選抜クラフトと、新メンバー選抜クラフトっていう企画をやったんですけど、その時に入ったメンバー、コマンダーです。コマンダーだけ残ったのって。あと、クロハがその時入ったんだけど、まあ、クロハフォートナイトに紹介したから省くんだけど、あれ？あの時って俺5人ぐらいメンバー入れた記憶あるんだけど。皆さん、まさかの残ったのコマンダーとクロハだけらしいですね。コマンダー X。当時からロボットスキンかなんかで参加してて、今 UFO キャッチャースキンで、なんかね、もう入った時から頭がいい感じだった。新メンバー選抜クラフトの裏側で、まあ、辞めちゃったんだけど、パンナコッタっていうメンバーがいて、なんかそのメンバーのちょっと口論になっちゃったの。なんかその時も、要はなんか喧嘩とかトラブルが起きた時も、なんかこう、物事になんか理論付けて話すみたいな人。いや、これはこうだからこうだよね、みたいな。すごく冷静に、なんか物事を俯瞰して、なんか言えるような、こう、ちょっと頭がいい担当かもしれないね。そう、頭いいよね。で、今は、高校生、高校頑張ってて、なんかあれ行きたいらしい。海外？なんか海外留学がしたいって言って、なんか申し込んだんだっけ？わかんないけど、数週間かなんか海外でどこ行くんだっけ？イタリアだっけ？イギリスだっけ？確か、夏頃になんかイギリスかフランスかイタリアか知らんけど、違う、どこやったっけ？パパに、どこやったっけ忘れたな。結構なんかそういう勉強に意欲的みたいな感じの子ですね。パプアニューギニアはわかんない。なんで出てきたんだろう。その時はぜひオーストラリアに行って。まあ、オーストラリアはいかんかもしれんけどね。はい、みたいな感じの子ですね。で、マイクラ入ってからも、要はマイクラ解散する時も、練り飴と一緒にいろいろ考えて、文まとめてくれてみたいな。で、まあ、ロブロの時みんな覚えてると思うけど、アワくん版事件があったじゃん。アワくん版事件の時も、そのコマンダーとか練り飴が何があったのかっていう時系列をバッて書いてくれて、動画がね、スムーズに進んだりとか、いう感じで、まあ、かけて支えてくれてる、まあ、ブレイン的存在ですね。俺、何人かいるんだけど、ブレインが。何か俺が悩んだ時とかに、なんかこう、答えてくれるメンバー何人かいて、結構、その動画班のことを、まあ、考えてくれてるんじゃないのかな、と思いますね。はい。マイクラが平和に、まあ、そうだね。マイクラが平和になったってのも、まあ、それがあるかもしんないね。コマンダーが一個あるかもしんないね。はい。綺麗にまとめててすごかった。そうなんだよ。はい、これコマンダーさんです。次、来ました。ナオくん。新メンバー選抜クラフトってのでコマンダーが入りました。それから数ヶ月後にマリンクラフトって言って、まあ、海の上の、まあ、都市を作ろうみたいな海上都市を作ろうっていうのサバイバル企画をマインクラフトでやったんだけど、その時にメンバー募集をかけました。ナオくんです。そこで来たのがね、来ました。赤い、はい、赤いナオくんです。はい、PC を投げて壊したと。そうなんですよ。画像かなんか貼ってて、なんかパソコンかなんかをベッドに投げつけたらパソコンが壊れたんだって。まあ、当たり前なんだけど、何がしたかったの、ナオくん。
眠気に負けた意味が分かんない。意味が分かんなくない？眠気に負けて、なんでどういうことだ？眠気に負けた？何を言ってるのかよく分かんないんだけど、はい。相当イラついてたやろうなって。はい、そんななおくんなんですけれども、マインクラフトの時は、ツイッターで、なんか自信のある子送ってっつったの、募集。応募方法なかったから、その時に、僕はなんかいろいろ物とか建築できますとか言って、なんかハンターハンターのキルアかなんかの造形、何だっけ、何アートって言うんだっけ、ああいうの、なんか あれかなんかの画像を送ってきてて、ドット絵か、ドット絵送ってきててできますみたいな。で、なんか何ができるのっつったら、なんか僕歌とか歌えますよっつって、なんかカラオケ音源かなんかの動画かなんかをなんか送ってきたりとか、それは言っとらんって、言ったよ、言って、だから送ったんじゃないの？趣味がバンドや。その流れなんか歌送ってっつったら、なんかカラオケ音源送ったんだっけ？あれ、どうなったっけ？俺忘れたな。あれはカラオケ行ったノリで送っただけ。そうなんだ。まあ、そこからずっと残ってて、当時は、あれなよ、入った当時って俺心配してたよ、なおくん。要はネタができなかったんよ。まあ、しょぼーんってなんかいる感じで、ちょっとこの子大丈夫なのかなみたいな。まあでも真面目でトラブルごと起こす子じゃなかったから、何かしらできないのかなと思ってたんだけど、ロブロックスに入ってから、結構なんかほら、なおくん、まあ視聴者もわかってると思うけど、ネタとかするようになって、まあなんかまあ、どっちかっていうと面白担当だよね。ギャグ担当だよね。まあ、グソクムシとか、そこら辺と一緒になんかネタしたりとかチャットしたりとか、まあできるっていう感じの子ですね、なおくん。で、動画班の中で最年長です、多分。歳がわかんない。なんでわかんねえんだよ。唯一多分動画班で成人してるんかな今のところは。で、今お仕事も頑張ってて、副業とかが忙しくて撮影来れてないけど、まあ、だいぶ今は落ち着いてきてるから、ぼちぼち来ているという感じかな。なおくんは一番最初に僕と絡んだんだよ。どういうことそれ、DM したってこと一番最初に。そう。絶対そんなことないっつってるぞ。なんて会話したのちなみに。DM 取ってくる。取ってきて、ちょっと。こちらです、皆さん。これが初めての会話だって。こんにちは。2021年1月19日。こんにちは。アイテムを作るときのテクスチャというか、見た目ってどうやって取り込みますか？写真をテクスチャにしたいの？アイテムを作るときに見た目を選ぶとこがあるじゃないですか。それで。教えるよー。ゆうとさんが剣の見た目作ったやつみたいなのを。うぜえ、なんか。なんかやっぱさ、なんか先輩風吹かせてるよね。写真をテクスチャにしたいの？って。教えるよーって。スマホだから。でもさ、それさ、仲良くなったって言えるの？なんか事務的な連絡をさ、なおくんがゆうとにしてるだけであってさ、一番仲良くしたわけじゃないじゃないの？って気がするんだけど、まあ、ゆうと曰く、なんか仲いいらしいですね。はい、これがなおくんです。だから動画班入った後も、このね、見た目が赤いと。で、天月が、青色なんで、よくなんか、なお天？天なお？かなんかで、なんか BL 作品かなんかを書かれてるみたいですね。テラーだっけ？テラーってアプリかなんかで、なお天みたいな、最高みたいな。結構、ボーイズラブかなんかの、この作品かなんかを書かれてるみたいで、まあ、なんか、まあ、僕ら的にはちょっと見たくないんですけど、BL アレルギーだからね、見たくないんですけど、ちょっと書かれてるね。天月って基本強めじゃん。じゃなくて、なおくんが、おい、いつもみたいに強気で来ないのか、みたいな。感じで、天月が、いや、今日はちょっと無理かも、みたいなのはなんかあった。なんか、なおくんがちょっと強気で天月を攻め立てるみたいな。っていうで、天月がこう何も言えなくて、こう、完全にもうこう、やらかされちゃってるみたいな。やめろ、きついって。っていうのは、なんか見ましたね。っていう感じで、まあ、そういうの、めちゃくちゃ寒気がする。はい、これなおくんでした。はい。まあ、今後とも、まあまあ、だから、不女子に受けるらしい。雑談動画撮った時の質問にも、なんか、なおくんに、まあ、本気でガチ恋していますみたいな。彼女がいるのが分かってるんだけど、なおくんにガチ恋してしまいましたみたいな、結構なんか、高校生、大学生ぐらいの、年が高い、年齢層が上の女性視聴者とかに、結構なんか受けてるみたいな感じですね。はい。以上、マイクラ組でした。ここからが皆さん、ロブロックス組になります。1、2、3、4、5、7人ですね。はい、まず行きますか。入った順番で行きます。はい、クロちゃん&グゾクムシと。いう感じで、グゾクムシさんから行きましょうか、じゃあ。さあ、グソさんです。ちなみに、マイクラの時から女性メンバーはいたんですけど、ロブロックスで初めて入った女性メンバーですね。マイクラを解散するときに、女性メンバーが全員抜けちゃって、その時に、もともと話したの。女の子入れる必要ある？みたいな。
あの俺らのこの暴言とか吐くイメージ的にこう女の子を入れるとちょっと言えなくないみたいな、その子だけ浮いちゃうんじゃないのかっていうので、まあ、女の子入れないでいいかなってなってたんだけど、結構なんかその参加型配信の時からグゾクムシ参加してたの。この寿司ボディでずっとそのリリチョウの参加型とかもその入ったりとかしてて、結構インパクトを残してたから、ちょっと動画班体験1ヶ月やってみようかっていうのでやらしたらこんな感じになったと。この豊満な寿司ボディさんとして活躍したので、あの入ったと。そう、クルオガがめっちゃ心配してた。そうだね、クルオガちょっと女の子あんま苦手ってのがあるから。はい、これですね。寿司ボディを揺らしながら参加してました。ということで、グゾコムさんの自己紹介見ていきましょうか。こちらです。最近動画班に現れた。みんなのアイドルだ。ここ数年は学校に行ってない。けど、ちゃんと勉強してる天才だ。普段はサーモン寿司の姿をしているけど、サングラスを外すと美少女なんだ。なんだこの絵は。うん、なんかめっちゃ絵描いてるな。はい。リリチョウと同じ顔なんだ。屈辱だぞって。そう、これリリチョウのこの顔なんですよ、グゾコムさん。これにサングラスつけてるんですね。ちょっとカビたサーモン。重い66トンだ。寿司。クルオさんに憧れたグラさんだ。え、そうなの？動画見て、クルオ派とかが好きで、グラさんだったんだ。あ、それ初めて知ったわ。最初はクルオさんの T シャツとかを着てたぞって。あ、初めて知ったわ。あ、そうなんだ。クルオ派を応援してたんだ。ミルダムで配信してたんだけど、その時も、その、まあ、親かなんかが厳しくてさ、あの、10時以降は見ちゃダメですみたいな。寝なさいって言われてたんだけど、まあ、それを押し切って、その動画班体験入ってきて、動画班体験に入れば、一応撮影の時は起きててもいいみたいな感じのことを親が言ってくれたみたいで、その、そっからね、動画班として頑張って、あの、親とかも今見てるんだって。あの、テレビで、あの、家族全員で、その自分が出てる動画を見たりとかしてるらしい。自分が出てる動画見る？なんか俺恥ずかしくて見れんかもしれん、自分が出てる動画は。僕はどうでもいいんだ。そうだよね。はい、そこから寿司ボディとして体を揺らしながら頑張ってて、グソクムシのすごいところって、あのね、メスメスしてない。女してないの、全然。だからこそ、動画班からしても、こう、接しやすいみたいな。なんか女の子だからって、なんかちょっと気使うところもあるやん。ちょっと女の子にこれ言うのまずいからみたいな、そういうのが一切ないの。だから天月と普通にレスバトルみたいな喧嘩みたいなのもできるから、まあなんかまあ良かったのかなと思って。だからグソクムシのおかげで今後も次以降ほらペーパーちゃんとか紹介するけど、女の子まあ入れてもいいんじゃないみたいなっていう感じで、まあ全体的なまあ話になったという感じ。まあグソクムシがちょっといろいろロブロックスの動画班を引っ張ってくれたって感じだね。はい、ここからほら逆に動画班も人気が出て、女性視聴者もめっちゃ増えたんよ。そう、革命起こした。あの、女性視聴者が増えた。あの、女性で動画班入りたいですみたいな、グソクムシちゃんに憧れてるからっていうのがめっちゃ増えたね。だからまあこれからもね、ちょっと寿司ボディ揺らしながら頑張ってほしいですね。で、今も不登校なんで、まあ今年も比較的参加率は高いのかなという感じですね。次、クロちゃん。クロちゃん、大学生です。で、動画班に入った後に大学を休学です。休学して、今はあの大学頑張ってます。あの、片道2時間ぐらいだっけ？あの、片道2時間の、通学をして、あの、往復4時間だね。っていう感じで、あの、大学行きながら撮影も頑張ってます。黒、闇闇タイプ。そうだね。あの、ブロックスフルーツでは、なんだっけ、デブ団か。デブ団つってなんか、僕はなんか闇闇だとかなんか言ってさ、あの、闇闇の実かなんか送って、まあ、結構メンヘラこじらせてたよね。おっさんの叫び、相手を不快にさせると。なんかね、クロちゃんはね、メンタルが弱い。裏でよく病んでる。理事長さんすいません、なんとかなんですけど、みたいな。あの、グソクムシが今中3なの。で、クロちゃんが今大学2年生の代なの。19歳とかなんだけど、年下の女の子とかに大丈夫って言われてるみたいな、結構、なんかなんか大丈夫なのかこれみたいな。なんかみんな心配してるんですけどね。で、当時ちょっとなんか大学で病んでた、うまくいってなかったらしくて、そのタイミングで動画班の募集があって、まあ、そこにちょっとなんか光を感じたかなんか、希望を感じたかなんかわからんけど、めっちゃ長文で文書いてくれて、動画班の目にも留まったんよな。で、読んでみたら読んでみたで、なちょっとスキンが微妙だったから、スキンはちょっと知らずに協力してもらって、この今、おっさんスキン。おっさんとして頑張ってるんだけど、まあ、実際まあ根は真面目やったから、根は真面目で、なんかまあ裏でもなんかいろいろ相談して、あの、マップ制作のイベントみたいな。ロブロックススタジオ関連のなんかイベントを東京で、あの東京であるのでそれ参加してもいいですかみたいな感じで、なんかマップ制作のイベントに積極的に参加したりしてる。だからもうロブロックスから入ってるから、っていうのがあって、まあ、結構頑張ってくれてるっていう感じはありますね。クロちゃんエピソードとしてあとは、ない。ないってなんだ、なんかちょっと作っとけよ、お前。最近は音楽聴いてばっかです。あれが好きなんでしょ？あの、浜崎あゆみとか、
ちょっとなんかちょっと一世代昔のあのアーティストとかを聞いたりしてる。絶賛プレイリストを作成中。クロちゃんは、うん、ディスコのチャットの返信がくっそ遅い。ちなみに俺は、うん、遅いね。うん、クロちゃん遅いわ。俺ですら遅い。あのクロちゃん返信しない。あのディスコードを一切返信しないことで有名だよね。DM しても返ってこない。そうなんよ。なんて返信したらいいかわからない。もうなんか、もうめちゃめちゃもう動画班一の陰キャみたいな感じなのかもしんないね。なんて返信したら、まあわからなくもないけどね。でもさ、なんか会話の流れであるじゃん。はい。なおくんのやつ。なおくんとクロちゃんの DM があるみたいなんだけど、オーバーウォッチ聞きたいことあったり、練習したかったらいつでも呼んでね。はい。スタンプ。3月25日、4月3日。オーバーウォッチカスタムのチーム名決めていいよ。4月3日。その次の日、返信返すのかなと思ったら、変なこと聞いていい？大学の第二外国語何取った？理由があったらそれも教えてほしい。答えろや、お前。おい。なんで答えてあげないの？意味がわかんない。なおくんの返信返してあげなよ。意味がわかんないんだけど。何がしたいの、マジで。チーム名何も思いつかなかった。じゃ、思いつかないって書けよ、お前。意味がわからんだろ。ちょっとコミュニケーションに難ありって感じだね。だまだほら、去年の8月去年の夏に入ったばっかで、まだまだ現在進行形だけど、まあ、ちょっとずつね、今コミュニケーションもついてきてて、あの、新しく入ったマップ制作班の子とかを積極的にちょっと呼んだりして、話したりとかしてんの。だからまあそこはなんか変わってきてるかな、みたいな。で、あの、動画班とさ、ここにいるメンバーでプライベートでみんななんか好きな子 VC つけて、って VC つけて、話したりしてる時とかも、結構、なんていうのかな、クロちゃんが自分で話したりしてんの。もうなんとかなんだよね、みたいな。自分でなんか話題振ったりとか、相手に話したりしてるから、クロちゃん。まあ、なんかちょっとずつ、まあ、改善はされていってるのかなと思います。はい。ダダ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  W? はい？まあ、まあ、わかんないけど。はぁって、ちょっと、あ、落ち着け。あ、落ち着け、落ち着け。ちょっとわかんない。誰もわかんない、クロちゃんは。3号パイセン行こっか。3号パイセンレアで、なんでかっていうと、あの、モデレーターです。リリチオの、あの、グループがあんの。T シャツとか売ってる。そのグループの、あの、モデレーターとして入った人間です。はい。3号パイセン、モデレーター。2022年の1月1日。え？ 1 月1日なの？入ったの。らしいですね。新年明けましておめでとうのタイミングで入ってるみたいです。年齢は今16歳。入った時は14歳らしい。もう2歳も年を取ったんだ。好きなことは、海釣り。釣り好きなの？ロブロックス、スプラトゥーンが好き。3号だからね。スタジオ、水族館、旅行。水族館行くの好きなんだ。結構多趣味なんだね。で、まあ、辞めちゃったんだけど、楽譜くんと同期で入りました。マップ制作で。で、もともとモデレーターとして入って、いろいろそのコメント消したりとかしてたんだけど、グソクムシとクロちゃんを入れたタイミングで、あの、受験組が多かったの。なんか参加しない人が多くなっちゃってて、人足りないよねっていうタイミングで、その3号パイセンと楽譜くんって辞めちゃったんだけど、の2人に声かけたら、やりたいですみたいな。参加したいですみたいな感じで、あの、参加してくれたのがきっかけ。動画派の中で一番ロブロックスが好きで、もういろんなゲームやってるから、だから参加率もすごく高いし、もうロブロックスの愛が伝わる。もう本当に。って感じかな。で、3号パイセンは、あとでも、サボり癖がある。3号パイセンは。唯一の欠点はサボり癖がある。モデレーターかなんかも1ヶ月ぐらいサボってて、あの、楽譜君がなんか3号パイセンが仕事してくれませんみたいな、あの、相談とかもしてたらしい。だからちょっとサボり癖があるから、そこが治ると、まあ、良きなんですけどね。なかなか良きなんですけど、普段は誰と絡んでんだろう。最近弟くんと絡んでるわ。弟くんと絡んでる。あの、マップ制作のアニメーションとかにハマったらしくて、頑張ってるっぽくてね。あの、マップ制作班のメンバーと一緒になんか遊んだりとか、はい、っていう感じで3号パイセンでした。まあ、まだ入ったばっかりだからさ、エピソードも少ないけど、まあ、これからね、いろいろね、作っていければいいのかなという感じですね。はい。まあ、これからもちょっと頑張っていきましょう。トラブルごと起こさないようにね。はい、次。じゃ、その弟くん行きましょうか。こっちかな？いた。はい、弟くん。マップ制作班です。あの、かなり優秀。動画班で最年少なんだけど、ロブロックスのマップ制作の知識がもうめちゃくちゃある。もうめちゃくちゃあって、もう一人で、もう、スクリプトもカチャカチャカチャって組んで、マップの造形も作ってみたいな。もう何でもできるオールラウンダーみたいな感じね。和風版ドワーズを作ったりとか、あの、ブロックスフルーツの、まあ、リリチョー動画版バージョン作ったりとか、まあ、結構なんかこう、意欲的にね、マップ制作を頑張ってます。はい。嘘つき、見え張り、無意識、マウンター。まあ、よくわかんないけど、これ。はい。弟くん多分今これ放置しちゃってるんだけど、もともとは弟くんとお兄ちゃんがいたの。
兄弟でマップ制作班入りたいって来たんだけど、お兄ちゃんがちょっと辞めちゃったのね、諸事情で。で、弟くんももともと辞める予定だったんだけど、本当にどっちがやりたいのみたいな、動画班としてやりたいのか、お兄ちゃんについていきたいのかどうなのっつったら、いや僕は動画班やりたいですみたいな、いつもお兄ちゃんお兄ちゃんって感じなの。アニメとかであんじゃん、お兄ちゃんの服を掴んでついてくる弟みたいな。初めてお兄ちゃんの服をパッて手放して俺らの方に走ってきたと、はい、っていう感じで、まだまだね、成長途中っていう感じですね。だから弟くんがいなくなったら結構まずい結構まずいことになるレベル。まあまあ弟くんちょっと放置してるから話せないんだけど、頑張ってくれって感じだね。そう、いなくならないでねって。もう少しで終わるよ。ペアリンワイヨロマウスムズニョ、はい、ということでペアパヤちゃんです。これまあみんな知ってる人もいると思うんだけど、動画班体験をやった時に通常班、その時は550件ぐらいの応募があった中で選ばれた一人です。550倍を勝ち抜いた人と、グー言うのやーって。もともとは男の子だと思ってました、入った時に。なんだけど VC にピロンって入った時に、理事長さん、ペアパヤくんって女の子らしいですよみたいな、えちょっとペアペアくんちょっと VC つけれるって言ったら、あ、はいみたいな、女やんみたいな女やんけみたいな、ええですねーって。そう、ペアパヤちゃんはね、本当にね、動画班に入りたいって気持ちが強かったの。動画班入る前からリリ長のそのツイッターの DM に定期的に日記を送ってたの、ペアパヤちゃん。リリ長がなんか配信で言ったブルーロックの漫画を見たわーみたいな、個人的には誰々が好きやったわーみたいなその、そう、可愛いなんか日記送ってたもんね、毎日ね。で、今ではなんかもう情けないお化けスキン、なんかお化けのスキンをつけて、まあ頑張ってるわけですね。で、関西弁みたいな、なんか俺がまあエセ関西弁みたいになっちゃってるんだけど、まあ関西弁キャラとして、まあ非常に人気な、まあ女の子と、ウソクムシとペアパヤちゃんで、まあ不登校姉妹と。そんなペアパヤちゃん、もともとはね、不登校だったんだけど、まあ今はね、高校から学校行って、バイトもして、テスト勉強も頑張ってると。いう感じで、まあまあまあ、なんか普通の人になっちゃったね。はい、ここからが直近最近入ったメンバー、マップ制作班アボカドくんとカパサブくん。アボカドくん行きましょうか。アボカドマップ制作班脱税不登校ということで、これアボカドくんです。なんか僕はアボカド何だっけ、なんか出稼ぎになんか来たうんたらかんたらとか言ってなんかネタしてる感じだったんだけど、なんか牙が向けてさ、まだアボカドくんの良さが出てないからね、これから出していかないといけないね。最近顔変えました、この顔に。なんか一言ありますか、アボカドくん。だから特に まだ入って1ヶ月とかなので、正式に入ってまだ数週間とかだから、これといってまだアボカドエピソードってないんだけど、多分ね、どっちかっていうとマップ制作の知識はなくて、動画に出たいみたいな感じの子だったんだけど、まあ、マップ制作班で入った以上マップ頑張らないといけないということで、今スクリプトの勉強とか、はい、ぼちぼち頑張ってます。で、不登校です。はい、なんで不登校なのかちょっとまだ掘り下げてないんだけど、一応不登校で時間があるということで、まあ、頑張ってるという感じだね、動画班としてね。なんかアボカドくん視聴者に何かあるか？最近不登校やめた？え、学校行き始めたの、ちゃんと？え、毎日行ってるの？2日に1日行ってる。でもすげえ中途半端な生き方だよね。1日空いたら逆にやりづらくない？そう。だってさ、1日空いたら授業遅れるでしょ？ 2 日に1日ってめちゃくちゃやりづらくない？学校行くのに。大丈夫？授業ついていけんの？もともとついていけない。そうなんだ。まあでも学校行き始めたのはいい一歩ですね。真面目になってるんだ。そしてもう一人、カバサブくん。もともとは猫サブくんっていう名前だったんだけど、アボカドくんと同期でカバサブくんって子も入りました。で、まあカバサブくんもカバサブくんで、優秀だね。マップ制作班の募集をかけてからスタジオの勉強を始めて、なんかちょくちょくスクリプトとかも自分で組めるんよ。最近上げた動画で言うと、レースゲームを作った時はカバサブくんが自分でなんか上から岩が落ちてくるスクリプトみたいなのを初心者ながら作ったりとかしてた。だからしかもそれをちゃんと継続させてる。で、アボカドがちょっとサボり癖があるよな、アボカドくんもね。ちょっとモチベの浮き沈みが激しいから、ちょっとそこが問題点なのかもしれないけど、はい、まあちょっと2人は入ったばっかりなんでエピソードなかったんですけど、以上です。以上、動画班現在は、24人です。24人でリリチを入れて25人と、で、活動をしていますので、今後ともね、我々動画班の応援を、よろしくお願いいたします。あと視聴者、コメント欄でなんか動画班にこういうのを話してほしいですとか、なんかこういう系の企画もっと見たい方はね、感想コメントとか動画、書いていただけると、
嬉しいです。はい、という感じなんで、ちょっと長くなった。意外に短くなると思ったんで、意外に長くなったね。はい、動画班自己紹介でした。お疲れ様です。